横田です。お疲れ様です。一応初めての登場だと思うんで、おー、はい、出たかったやつね、はい、自己紹介だけ。ハーレムネックスに先月から入りました翔です。よろしくお願いします。フレッシュ。もともとハーレムで働いてた人で、ネクストができて楽しそうやからって入ってくれました。ありがとうございます。今日はどんな企画？今日は早いな。早いね。待ってね。いや、忙しいから。ホストあるある。ホストあるあるで、経験者と未経験者で分けてやろうかなと思って。じゃあここは未経験組ってこと？経験者やな。だってもうすぐにどう考えてもこの後もみんな予定があるっていうことね。経験者ならではのホストあるあるみたいなのを一人一個ぐらい出してくれたら嬉しいなみたいな。すぐ浮かぶけど。いやさすがだな。早いな。歴史で一番長いですもんね。一番長い。何年やって？9年です。わー、9年やってます。倍以上。気になる。これ第1大丈夫なやつかちょっとわかんないですけど、ちょっとライトなやつから。はい、ライトなやつ。ライトなやつ。ラソーダ頼みがち。ライトだねー。あー、ライトだねー。まああるあるなんです。まああるあるですかね。ホストクラブっていうのは缶物だったり、まあ、シャンパンだったりいろいろあると思うんですけど、ラストオーダーが、まあ、営業時間の1時間前ぐらいにラストオーダー取られるんですけど、その時にいや絶対いけないだろっていうぐらいの量を頼むってことですね。そうですね。10セットとか頼んだりとか、それちょっと厳しいんちゃうみたいなラインを頼むってことですね。そうですね。でもちゃんと飲みやすいんで。はい、あ、そこはプロですから。そこはプロなんで。俺好きですもん、はい、これだからその翔さんでのホストあるある僕もありますよ。え、マジですか？これこれホストあるあるで翔くんあるあるじゃないですか。いや違う違う、翔さんも付随するホストあるある。あ、肝臓の数値がエグい。あここやばいんじゃない？エグいっす。やばい。僕ハーレムでナンバーワンガンマ数値やばい。そう、なんか普通の人は30とかなんですけど、でも僕は260ぐらい。いやで平均で言ったら多分60ぐらいです。それ以上超えてたらやばい。そうが60。いや、これ超えてたんでしょ？僕は、90でした。そうです。僕は260だったんで、あの本当にもうお酒やめなみたいな言われるレベルだったんですけど、みんなそうだと思ってたんですよ。いやでもルイ体の異変が起きたって思うやつでも90なんだ。そうなんです。でよく異変起きなかったっすね。やっぱ体勢あるんですかね。いや違う、無視してただけじゃない。こうだな。お前死ね。気づかなかった。気づかなかった。お前どこ行ってた？寝てた。いやいや、でも、ホストあるあるですね。自分が忙しいこと気づかない。どういうこと？自分が忙しいこと。説明だけいい。忙しいんだな、みたいな。思ったより忙しいな、みたいな。気づいたら忙しくなってる。あるある、そこ？ちょ、だから、内勤側の目線から見た、プレイヤーに対してでもいいし、内勤でもいいし。うん、まあ、これはまあ、僕が売れっ子みたいになったことないからっていうのもあるんですけど、売れっ子ホストあるある。はいはいはい。売れた自分の営業方法を美化しがち。美化しがち。いや、なんかあの綺麗に売ってますね。あー、めっちゃクリーンみたいな。はいはいはい。そうなのみたいな。何してるの？今でこそ結構さ、初回指名とかいっぱい来るようになったよね。で、なんかちょっと美化されがちやけど、でそんなことない。天休日はしごして転売するみたいな全然やってた。1億売ってる時とかは。もっとマジすごい。人にいるかもしれないですけど、なんかやってることをあんまりやってない感出すみたいな。そうそうそう、それを言いたいです。それってあれじゃないの、プライドなんじゃないの、カッコつけてる的な。なんかその、なんていうんですか、俺こんだけやってるんだよっていうのなんかちょっとダサいじゃないですか。それをあんまり言わないっていうのは。俺言ってた。いや、危な。危ない危ない。未経験とかの子からすると、あ、それでいいんだと思っちゃう。その綺麗に見せすぎちゃうと、あ、なるほどね、そういうので売れるんだっていう変な勘違いを起こしちゃうんで。外では何の努力もしてないけど、俺はバッとお客さん来てくれんだぜみたいなね。そういう見え方をして、例えば表面的に見たら YouTube 撮影して撮ったらめっちゃ指名呼ぶ人みたいな感じ見えるんですけど、表面的だけ見たらちょっと SNS やってなかったらあいつ売れてねえやつみたいなね。でも翔さんとか特に売れてた時期があって、今その一回全く平に無くして戻ってきたわけじゃないですか。めちゃくちゃ売れたいっす。ハングリー精神めっちゃ半端ないです。辞める前はその看護婦さで一回1年半辞めてて、まあ、ゼロからじゃないですか。やっぱ大変っすか？めちゃくちゃ大変。
時代の流れについていけてない感じはある。2年とかで変わるっすよ。いやだいぶもう SNS が異常に普及した。YouTube、TikTok って2年前は別に流行ってなかったです。本当ここ1年くらいじゃないですか。SNS についてちょっと一言がない。いや本当になんか SNS とは。遠いっすマジで。いや休憩。あそうそう。宣伝しなくていいの。あ確かに YouTube 解説。今18人ぐらい登録してくれてなかった。25人なていうか、3本今編集してんだよ。それはもう自分でなんかあれだ自分じゃないんだ。一応先輩だよ。一応はい、半藤先輩です。しかも編集してましたね。あ、そうや、そうや。そうだ、神村や。なんでそれもらわんかったんってか。いや、なんか変なプライドで。いやいや、ゼロもやりない。違うんすよ。一からやんないと思う。18人って見てよしと思う。いや確かによしと思う。ルイさんって全然あるんじゃないですか。いやなんか僕がバッて思い浮かんでったら官房さんになったら一旦怠惰になりがち。あちょっとゴール、あまあなんかその目標がやっぱなんか幹部になるじゃないけど一個の目標としてそこにあるから官房さんからですね。いやだから僕も官房さん2年半から3年ぐらいです。俺も看護師が一番長かった。看護師さん結構長くなるっすよね。別になんか怠惰にしたなっていうよりかは一旦なんかまめちゃくちゃ怠惰になったよ。もうでなんか一個の壁じゃないですけど、看護師さんってやっぱいい女の子が一人二人やっぱできたりしたら慣れる数字ではあるし、自分のスキルとかもそうだし、あんまり伴ってなかったからそれが長引いちゃったみたいな。それを変えてくれたら大丈夫。おお、うまいね。あれだよね。タヤさん失敗がち。ああ、それもある。あれだね。いやなんか言うて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 。いや、あそれじゃねえの。一緒やな。お前そろそろ追い出すぞ。ダンボーサ長い人多い。多い多い。俺も長かった。俺むしろあれだった。副主任3ヶ月しかやってない。僕も4ヶ月。あそこはもうストレートで、それ持っていい。だから官房さんが副主任主任まではストレートです。じゃあ俺1個言っていい？はい。役職が上になるにつれて仕事ができるって思われる。ああ、いやいや、マジである。それ怖がられるもあるかもしれない。あ、それもある。あのヘルプにつく時に壁をすごい感じる。あ、偉い人来たっていう。初回で言うとはこの人偉い人だから仕事ができるんだろうなみたいな。あ、大前提ハードル高いみたいな。もうだからすごいそのハードル高がってるの。実際そうじゃないですか。でもほら売り方によるじゃん。俺はどちらかというとそのイエイエイ系ではないし。そうなんですか。はい。絶対そうでしょ。何を見てきたの。だからそういうのを求めてる人だとちょっと違うよね、スタンスが。逆に僕思うんですけど、ウェイ求めるんだったら僕限界値あるじゃないですか。どういうこと？お疲れ。ハイハル見て一個あるあるもう思いつきました。なんすか？すごいなんか、あこうした方がいいよ、ああした方がいいよとか、さんざん五択並べるけど、お前顔にだいぶ使われてるっていう売れっ子結構いる。ああ。まあ否めないっすわ。顔すげえな。これ顔は一番良かったけど飲めないのがなーで選ばれないことよくあるから。いや飲めないで悪いから。さっきと違うやつよ。つまみ出します。いやでも、いやでもこの1年ですごいからね。1年ちょっと前掃除組してたからね。そうっす。ある意味言ってること変わんないのすよね。はいはい。そうだね。一貫してるというか。まあちょっとあるあるからそれすぎてる。確かにね。あれあれ。まあまあ話戻すとしたら、あれじゃないですか。もう役職の人を怖がられがちみたいな。だって毎回ダイヤさんが後でヘルプをつくと女の子、ダイヤさんだって背筋伸びるから。毎回ダイヤさんってなるから。そう。普通に楽に話したいのにねってすごい思う。まあでもそうっす。AI みたいな感じになるから。イエスかノーだけ答える。めっちゃポンコツなとこ見せようしてる。ああ。逆に一回飲みます？え、多分ポンコツになる前に死ぬっす。ダイヤさんの個人感で言ったらつきづらい運命はあるかもしれないですけど、僕らからしたら助かるという。まあまあそれは、うん、だからあれだよ。初回とかまとまらないで経験者そろそろ終わっていいですか。リアルにわかんないです、それはだったら。もういいよ。リアルにってか俺別に追い詰めてない。一旦寝ようか。そんな感じなんだな。いやいや、これレアっす。
これがレアっす。あ、これがレア。ちょっと2人で対談してるやつとか見ても全然別人やん。確かに。何や、もう退室？今終わってないから。だから静かにしてて。はい、っていう感じで、まとまりがなかったっすね。すいません。いやでも、役職が偉かろうと、僕は普通の男の子なんで、ラフに接してください。皆さん、たまにいじられてる。はい。鼻とか言われてます。早い。本当に、親友なんですね。親友だよね。メーカーある。まあ、うちにはこういう可愛い子ちゃんもいますし、こういうイケメンと、こういうお兄ちゃんもいるんで。お兄ちゃん、誰よりも嫌や。いやなんか今ちょっとベビーのキャバクラに行くやりだもん。いやいやいや。バッグ一回ちょっと見せてほしい。かわいい。かわいい。マイバッグ、弁当箱。あのダークホースぐらいヘルプつけばめちゃくちゃ面白いけど、ほぼつくことないんですけど。はい。という感じで今回は経験者組でやらせてもらったんですけど、もし面白いとかもっと聞きたいっていうのがあったら、また次やれたらなと思います。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。おはようございます。ハイハルは当分出ません。おいっす。